出家とその弟子は、倉田百三による儀曲である。序曲と六幕十三場からなり、鎌倉時代の創新乱とその弟子遊園を中心に、人間の罪、愛欲などを描く。1916年から導入し、生命の川で連載され、1917年に岩波書店から出版された。1919年にエランビタール小劇場によって、 京都大丸ホールで初演された。単二章をベースにしつつ、一等演やキリスト教の思想の影響も強く受けているとされる。発表直後から、史実の親鸞を愛曲しているなどとして批判を受けたが、当時の青年からは熱狂的に支持されて、大ベストセラーとなり、大正後期の日本の文芸界に、宗教文学、とりわけ親鸞を扱った文芸作品が、 相次いで出版される、新乱ブームを引き起こした。世界各国で翻訳され、ロマンドランが絶賛したことでも知られる。失恋と、病、第一高等学校退学などの挫折を経験し、姉二人や祖母の相次ぐ死を受けて執筆された、倉田百三の代表作である。学生時代に訓導を受けた、西田喜太郎の哲学や、闘病中に救いを求めたキリスト教や、仏教、 さらに一時期みを寄せた一等園での経験などが投影されている。1916年11月から翌1917年4月にかけて導入し、生命の川で第四幕第一場までが連載され、1917年6月に岩波書店から全編が出版された。単二章に代表される親鸞の思想を下敷きとした仏教文学の一つとされるが、祈りなど、 キリスト教的な要素も見られる。物語は、浄土真宗の海祖親鸞と、愛で修炎、親鸞の息子、全卵を主要登場人物として、親鸞、全卵親子の葛藤と、唯炎の恋愛と信仰の摩擦を軸に展開する。人妻との道ならぬ恋から親鸞に偽絶された全卵は、本心では、父と会いたいと願っており、親鸞も、 我が子を愛しながらも許すことができずにいる。唯円と友女カエとの恋愛は、相因と友情屋の双方からの反発を受ける。愛欲を中心とした人間の煩悩や罪業と、信仰との相国を描き、登場人物たちの抱える、寂しさや苦悩に対して、浄土真宗の教義を織り混ぜながら、人間は、罪ある者、死ぬる者であり、確かなものはただ、祈りであると説く。 ゆいえんとかえでは、困難を乗り越えて結ばれ、善乱も、あるがままにすべてをふつに任せる絶対たりきの信仰に、包摂され、親乱の平和な臨終を迎える。生命の川は、創刊されたばかりの無名の道人誌で、あったため、発表された当初は、ごく一部から評価されたに、過ぎなかったが、単行本が刊行されると爆発的なベストセラーとなった。一方で、文壇からは、 言葉に対する美的感覚が希薄である、哲学、キリスト教、仏教などの相反する観念が、説明もなく混在している、体験を純化し芸術的に表現する能力は、それほど高く評価はできないなどと指摘され、仏教界からは、史実の信頼を歪めるものであるなどとする批判も受けた。それでも、出家とその弟子は若者を中心に愛読され、青年筆読の書、 若者のバイブルなどと呼ばれた。出家とその弟子の大ヒットは、倉田百三の名を世間に知らしめただけにとどまらず、文学界に空前の新鸞ブームを将来し、大正時代を通じて様々な宗教文学が流星する短所となった。また、英訳を読んだロマンドランは、キリスト教と仏教、あるいは、西欧と東和の精神の結合調和であると高く評価した。 1932年にフランス語訳が出版された際にはロラン自ら序文を寄せ、キリストの花とブッツダの花の思想的融合であるとし、現代世界の宗教的作品の中の最も純粋なあるものの一つと激称した。英語、フランス語のほか、ドイツ語、エスペラント語、中国語にも翻訳されている。1919年にエラン・ビタール小劇場によって、 京都大丸ホールで初演され、その後もたびたび上演されている。特に、1921年11月の舞台協会の公演でカエデを演じた岡田義子は評判となり、岡田はこれを契機として花形女優へとなっていった。診断役を演じる佐々木つもる助曲で示される通り、人間は罪あるもの死ぬるものであり、 ただ、祈りだけが確かなものであるとするのが、本作のテーマとなっている。人間の愛欲をはじめとした煩悩と罪業の深さと、一方で救いを求める心の葛藤を、絶対他力の信仰で包み込むまでを描き、単二章の教えを、擬曲の中で、具体的に提示している。作中で語られるのは、人間の運命と人生における、様々な葛藤、孤独な、寂しさであり、 それらを仏教的な愛の視点から照らし出す。登場人物のそれぞれが抱える限りない寂しさは、執筆当時の百三の心情をよく表しており、百三が影響を受けた西田北郎の禅の研究やキリスト教、仏教の思想を背景に、百三自身の挫折特能の中から自由恋愛を人道主義的に描くことによって多くの読者の共感を集めた。 百三自身は、本作のモチーフは、愛をうちに付加し、下手眼で、この世のあるが、ままの層を眺め守る、いわば、人生の層の中にフッツを乱す気持ちであると述べている。ただし、親鸞を題材としつつも、その競技に深い関心と共感を抱いた百三が、あくまで自身の芸術的衝動から文学的に表現したものであり、史実の親鸞を忠実に追ったものではなく、また、 浄土真宗の教義を正しく説明しようとしたものでもない。祈りをはじめとしたキリスト教的な思想が随所に見られ、自分らがして欲しいように人にしてやらぬのは間違い事や裁く心と誓う心は悪魔から出るのセリフは新約聖書、マタイによる福音書の一節であるなどと指摘されている。牧師で小説家であった沖野岩三郎は 出家とその弟子を表して、その名が仏教僧侶であるだけで、内容はキリスト及び弟子たちの言葉であると記した。文芸評論家の亀井章一郎は、キリスト教的な感情によって知えられつつ、親鸞の中に一つの独自な宗教感情を見出し、これと、死自身の体験を結びつけたというべきであろうと、返している。また、周囲が幸福でなくては、 私も幸福になれませんという百さんのキリスト教的なヒューマニズムが現れた作品とする指摘もある。1910年9月、倉田百さんは第一高等学校に入学し、立身出世を夢見て勉学に励んだ。当初百さんは哲学を志し、アルトゥル・ショーペンハウアーのユイガロ論に感化されていったが、翌1911年9月、 父の勧めもあって放課に転じる。この頃の百0 3は、位果論を突き詰めるとどうしても、利己主義に行き着いてしまい、理性では納得しつつも、感性として受け入れられなかったことから、次第に、事故のうちでの葛藤に苦しむようになっていた。そのような時に百0 3は、西田北郎の善の研究と出会う。主観も客観もない主客合一の境地が実在の根本であり、 哲学の究極は宗教であると特西田の禅の研究に感銘を受けた百さんは、それまでの有意論から純粋経験へと認識論を転換した。百さんが禅の研究を読んで受けた衝撃は強烈で、1912年2月に一校での授業を放棄して、岡山の第六高等学校で学ぶ親友の香川、三之助宅で禅の研究を熟読して過ごした。 そして、小原に帰郷すると父を説得して、哲学を学ぶために再度門下への転化を認めさせて、9月に門下2年として復学した。この時、上京するきとに京都で途中下車して、西田を訪ねている。その後、百さんは、日本女子大学校に通っていた妹の津屋子の同級であった、泉久子と恋愛関係となった。 入学当初は主席を獲得するほど勉学に励んでいた百0 3であったが、久子との恋に溺れるようになり、1913年7月に落第。ところが、9月からの授業再開までの間に、小原に帰省していた百0 3のもとに、久子から絶縁状が届いて二人の関係は、突然終わった。竹との縁談をまとめていた両親に軟禁状態で、 欠かされたもので必ずしも久子の本心であったわけではなかったが、百三はこの失恋に大きなショックを受ける。そして、そのことも原因の一つとなって百三は病に倒れた。診断の結果、百三の病は肺結核であることが分かり、その後も病状は悪化する一方であったため、同年12月に一校退学を余儀なくされた。退学後、百三はすま、 友での天地療養を経て、1914年3月に小原に戻った。その途中に3時で、熱心な浄土真宗の信徒であった母方のおばを訪ねて、単二章を借りている。一方で、この頃から、キリスト教にも興味を持ち、地元の教会に通うようになっていた。同年9月、百三は、結核性二郎を併発して、広島病院に入院し、 翌1915年1月、知り合いの牧師の紹介で、広島の伝染病院に不調として赴任していた、同い年で、キリスト教徒の神田春人であった。久子との失恋から、キリスト教的な隣人愛を理想としていた百さんは、献身的に看護する春を宗教的に愛した。共に賛美歌を歌い、祈り、食事を共にしたが、周囲は二人を癒しい目で見るようになり、 ついに春は百三の元を訪れることができなくなった。百三はき通り、手術を重ねても思うような成果が得られなかったことも、あって、泣いてついていくとすがる春を残して、3月に広島病院を去った。退院後は別府温泉で療養したが、6月には小原に戻っている。小原での百三は、教会に出かける以外は家を出ることもなく、聖書や、 宗教書を読みふける生活を送った。教会で説教したこともあった。属性を捨てて、宗教的な生活を送りたいという思いを募らせる、中、たまたま、西田天皇を知った百さんは、その教えに共感し、一等園での生活に憧れて、京都の天皇を訪ねるために11月に距離を後に、した。途中、糸崎、福山で数日春と過ごした後、十二月二日に、 京都獅子型にの一等園で天皇と対面した。初対面で百三は天皇に感服し、そのまま一等園での生活に入った。この時、百三は友人に宛てた手紙に、この後は一等園に泊まり、天皇主を全知識として修行したいと考えますと記している。百三にとって一等園での宅発をはじめとした、労働の日々は新鮮で充実したものではあったが、 素職と労働の生活は103の病状を悪化させたため心配した両親の希望もあって1916年1月には一等園を出て近くの下宿から通うことにした3月には獅子型に日程屋を借り宮津の実家に戻っていた春を看病に呼び寄せてマルタとキリストのような心で共生を始めたさらに4月には日本女子大学校を卒業した妹のツヤ子も 同居した。百三の一等園での生活は、約半年で終わることになるが、この期間に百三は、次第に仏教に関心を持ち、親鸞について学んでいった。1916年5月11日、一等園での生活を続けていた百三のもとに、四姉の産後の日立ちが悪く回復は、見込めないだろうとの知らせが入った。日日という状態ではないということであったので、 百三3はン姉の看護のために春を実家に行かせた。この時すでに春は百三の子を妊娠していたが、百三の両親は春を百三の妻として認めず、春は女中と新職を共にすることを強いられた。6月21日になって父から子宮帰れの電報を受け取り、百三は津屋子と共に急ぎ帰郷した。途中立ち寄った小道の三姉の家で、百三は 三姉も、十秒で先が長くない状態にあることを知らされた。七月十五日、四季を悟った四姉は親族を枕元に集め、別れの言葉と父母への感謝を口にした後、皆に念仏するよう頼み、一同の念仏の声に包まれて静かに息を引き取った。父は泣きながら、お前は見上げたものだ。このような美しい臨終はない。と言い、立ち会っていた医者も、 このように美しい隣住に立ち会ったことはないと感嘆した。百三も四姉の死に深く感銘を受けた。その後、おのの三姉も同月のうちに亡くなった。四、姉が亡くなると、家業の後取りとして、婿に迎えていた四姉の夫と生まれたばかりの幼子の扱いが問題となった。親族は、つや子が四姉の夫の後妻に入って、家業を継ぐことを望んだが、 つや子は拒否。話し合いの結果、世の姉の夫は実家に帰り、世の姉の娘は百三の幼女とすることになった。また、この時に百三は、実家がかなりの負債を抱えていることを初めて知った。この話し合いがまとまって間もなく、百三の祖母も息を引き取った。二人の姉と祖母の相次ぐ死を経験した百三は、人間の無力さを痛感する。この頃に、歌は、 ヌジを書き、ついで、心の内に寺を建てる思いで、出家とその弟子の構想を練り、執筆に取り掛かった。11月から、健康の優れない百さんは、医者の勧めに従って、春と温暖な二歩島村丹那で療養した。百さんはここで、出家とその弟子を書き上げた。題名は、同年に、白樺に掲載された、長代義郎の、 画家とその弟子にヒントを得たと考えられている。執筆に用した日数は合わせて40日ほどだったという。103は、千月もトマロや犬飼健らによって、同年10月に送還された、同人誌、生命の川の同人となり、出家とその弟子は、同年11月から翌年4月にかけて、第4幕第1話までが掲載された。送られてきた原稿を見た同人らは、 これは、いい人が出てきたと喜んだという。その頃、百三の一高時代の同級生は、久保正夫が1916年1月に、聖フランシスの小崎花を出版、久保健も雑誌で作品を発表しており、芥川龍之介なども文壇に登場しつつあった。百三の、出家とその弟子も一部では、好意的に受け入れられていたが、 生命の川は送還されたばかりでいつ廃刊になるやも知れない無名の同人誌に過ぎなかった。また、同人誌である生命の川への掲載に求められる1ページあたり50銭の資質は病気療養中で実家の援助で生活していた百三には軽くない負担であり、実家の家計状況を知ってしまった百三は自分が早く経済的に自立しなければとも感じていた。さらに、 1917年3月には、春が男児を産み、百三は、父親となっていた。百三は、文筆業で生きていくために、出家とその弟子を出版して広く、世に問いたいという思いを募らせていった。三次中学や一高時代の先輩や友人を通じて、岩波茂雄に話を持ち込み、出家とその弟子は、六幕十三場に新たに、 序曲を加えた形で1917年6月に岩波書店から自費出版として刊行された。初版800部の出版に必要な500円は、これが最後と父に頼み込んで用立てた。出家とその弟子が単行本として出版されると大きな反響を呼んだ。愛や罪、生死の問題を正面から扱った作品として多くの人々に感動を与え、 出家とその弟子を読んで泣かざる者は人に傷とまで言われたという。哲学者の和辻哲郎は、あの生命に満ちた作を涙と感動とで読んだと知るし、小説家の有島武雄は、昨日、出家とその弟子を読んで泣いてしまいました。なんという、優れた芸術品でしょう。と評した。一方、仏教界などからは、聖書に由来する言葉や祈り、 審判といったキリスト教的な思想が含まれていること、作中の信頼の言動が、史実や浄土真宗の教えと異なるなどの指摘がなされた。真宗大谷派に属する宗教家の松原氏文は、作中の信頼と史実の信頼の違いを挙げ、信頼の教えが人々の指導原理となっている中で、誤った信頼像を提示していることは、願化できないと批判した。 こうした指摘や批判に対して百さんは、百二十一年に発表した出家とその弟子の上演についての中で、出家とその弟子は、史実の信頼や浄土真宗の教義を説くものではなく、あくまで私の中の信頼を描いたものであると反駁した。また文壇では、哲学者で作家の安倍次郎が、作者の言葉に対する美的感覚の希薄さを指摘し、その上で、キリスト教、 浄土真宗さらには、哲学的な要素まで矛盾し対立するものが何の説明もなく、混在していると批判的に論じた。文芸評論家の山室聖は、体験を純化する能力、またその体験を芸術的に表現する能力について、言えば、キリスト教の観念と仏教のそれとの根拠や、人物と事件の描き方のやや通俗的類一的に、過ぎることなど、 むしろそう高く評価できないと評した。こうした批判がありつつも、単行本は百三自身も驚くほど飛ぶように売れ、当時の若者のバイブルと言われるほどのベストセラーとなった。対正のうちに百数十番、十年後の1927年の時点で300番を数え、夏目漱石の心とともに、創業間もない岩波書店のドル箱となって、初期の経営を支えた。 ロマンロラン、日本国内では、仏教とキリスト教の思想が混在していることに、批判的な声もあったが、ロマンロランは、キリスト教と仏教、あるいは、西欧と東和の精神の結合調和であるとして高く評価した。グレンショーの英訳で、出家とその弟子を読んだロランは、百0 3に、直接手紙を出して絶賛し、フランス語訳を進めた。ロランの依頼を受けた、 松尾国之助とオーベルランによって1932年にフランス語訳が刊行された際には、ドラン自ら序文を寄せた。その中で、出家とその弟子は、キリストの花と仏陀の花の思想的融合であり、現代のアジアにあって、宗教芸術作品のうちでも、これ以上純粋なものを、私は知らない、現代世界の宗教的作品の中の最も、純粋なるものの一つと激称した。 出家とその弟子は、英語、フランス語のほかドイツ語、エスペラント語、中国語などに翻訳された。哲学者の谷川哲三は、この作品ほど欧米の一般読者に愛読せられかつ、高く評価せられたものは、現代日本文学にはないであろうと評している。出家とその弟子は、103のエッセイ集、愛と認識との出発、書簡集、青春の息の後と合わせ、 青春三部作と呼ばれて青年出読の書とされた。1922年に東京市社会局が調査した職業婦人に関する調査では愛読書として出家とその弟子が第一位。1943年に一校が行った調査でも学生の愛読書の第3位に選ばれている。出家とその弟子の大ヒットは103の名を一躍世間に。 知らしめただけでなく、文学界に空前の親鸞ブームを将来し、石丸吉平の人間、親鸞などが相次いで出版されたのみならず、大正時代を通じて様々な宗教文学が流盛する端緒を開くこととなった。仏教の一宗派の宗祖に過ぎなかった親鸞の名が広く一般に浸透する契機となり、宗教学者の福島人は、 太平洋戦争後に大きく修正されるまで、学生、知識人の親断像は、本書の影響にあったと言って、過言ではないとしている。また、一時百三が支持し作中の親断のモデルとされる、西田天皇と一等園の存在も、出家とその弟子が、ベストセラーとなったことと、1921年に、天皇の講演録、残言の生活が出版されたこともあって、 広く、社会に知られていくようになった。出家とその弟子は19、1919年5月に、エラン・ビタール小劇場によって、京都大丸ホールで上演された。同年7月には有楽座で、創作劇場により上演され、11月には、一等演の主催により、京都公会堂でも上演された。その後も1921年11月に、帝国劇場で、舞台協会が、 1948年4月には、新橋演舞場で、このミザが上演するなど、たびたび演じられている。ただし、原作通りでは6時間以上の上演時間を要することから、実際の公演では、かなりの部分が省略されている。なお、1959年には、倉田百三の息子の倉田千さんが、日の左衛門の役を演じている。 倉田百三に誘われて、横浜で感激した、長尾義郎は、ミノルはあまり感心したとは言えなかった。祇園の茶屋とか、ある場面などでは、全く並行したことを覚えている。と知るし、亀井翔一郎は、私はこの儀曲の上演を見たが、舞台の上では、必ずしも成功しない。これはあくまで読む儀曲だと評したが、各公演には、多くの観客が押し寄せて工業的には成功した。 特に舞台協会の公演でカエデを演じた岡田義子は評判となり、岡田はこれを契機に花形女優となっていった。ありがとうございます。